5年で 80% のものが変わると言われています。例えば今から5年前はスマホを使っている人なんてほとんどいなかったんですね。多分おそらく iPad もまだ出てないし、政治だったら頑張れ民主党って言っていて、今はアベノミクスで株価は上がってますけど、その時はリーマンショックで100年に一度の大不況と言われていたんですね。でこのように5年で 80% のものは変わると、あの CM で3年で人生は変わるってあるじゃないですか、 3 years ago とかってやつ、あの3年で人生は変わるかもしれないですが、5年でおそらく人生は1回終わります。でまた新しくなる。5年前が学生が、今が社会人の人はたくさんいると思うんですね。彼氏が夫へ、彼女がお嫁さんへ、また子供が大人、部下が上司、アマチュアがプロになっているのは5年だと思うんですね。だからぜひ今あなたが進んでいる道、それぞれいろんな道があると思うんですけれども、5年後にはあなたがその道のトップになっている可能性があるということをここで一つ知ってもらえたらなと思います。5年で 80% のものが変わる法則というのは、もちろんその道のトップにも当てはまるんですね。実際例えば野球とかでも最多勝を取った投手が5年後にはトライアウトを受けていたりだとか、直木賞を取った作家が5年後消えまではしないけれども、そういえば見ないよねっていう方が多いぐらいだと思うんですね。でまた今は飛ぶ鳥を落とす勢いのベンチャー企業とかも、5年後同じビジネスで同じ上がり続けているかといったらどこにもそんな保証もないですし、大きな企業でも社長や経営層は本当に8割5年後には多分変わっていると思うんですね。でこの5年で8割変わるというのはどういうことかというと、中にはトップの方は自ら降りる人もいると思うんですね。けれども一方で、これだけ他のことが変わり続けているのに自分自身が変わらなければあっという間に置いていかれてしまうのが5年間であると思うんですね。だからぜひあなたは今から5年後をターゲットに置いてください。今から5年後あなたは何にでもなれると。でそのためには何をしていかなければいけないのかというところにフォーカスをしてください。でその時に、ブログであったりビデオで毎日この時間の使い方、脳の使い方というのを当然無料で言葉にしています。その時に80対20の法則であったりとか、5年間続ける継続スキルであったりとか、何を目指せばいいのか、どうやればいいのかというのを言葉にしているので、ぜひ参考にしてみてください、ね、ぜひこの5年後、本当はもう3年でいいかもしれないし1年かもしれない、なぜなら今から3年前、4年前のあなたがすでに努力を始めているからかもしれないですけれども、ぜひこの5年後っていうのを信じて、絶対に8割変わるんだと、で自分はその2割、残る2割になるんだ、そのためにはどうすればいいんだと考えて頑張ってみてください。